今回はタイのハジャイまでなんとバスで、行こうと思います。我々の世代になりますとバス旅、長距離のバス旅結構不安なんですよね。そんな時にこちら見てください。これは動ける用の大人用紙おむつになりますので、これを今回旅のお供に装着していきたいと思います。では開けてみます。結構な枚数入ってますよね。でこちら、これパンツ型になってますね。はい、装着感はですね割と、ピタッときますのでさらっとした感じになってますね。見せてもらってもいいですか。はい、まあ、こういった感じでですね、装着感はかなりいい感じになってます。今チケット取りました。これね、スサナトニーコーチということで、ハジャイまでハートヤイマでここで公開します。すんなりとですね、ゲートも入れましたんで、はい、今ですね、8時半、ちょっと遅れて8時35分ですかね、 TBS からハジャイ行きのバスに乗り込みました。ちなみにお客さんゼロですあとですね、大人用紙おむつにつきましては非常に今快適な状態なので、特にね見た目もわかんないってことなんで。 TBS から出たところで今9時なんですけども、どこですかね、この事務所みたいなところの前に泊まりまして、他にもお客さんが乗ってきてる様子です。でですね、パスポート今取られました。ちゃんと返してくれるか心配なんでちょっと見てますね。まあ、今パスポートを渡していたんですが、結構ねちょっとどんなことになるのかなと思って待ってたら、この入国カードですかね、入国カードを渡されました。前面は個人情報を、は見せられないのでですが、名前やパスポート番号なんかが入ってます。今6時15分マレーシア時間です。ちなみにバスはあれ、こちらがマレーシア側の出国のイミグレですね。はい、今ですね6時56分今イミグレを通りまして、マレーシア側のイミグレを通ったところですね。だいたい1時間ぐらい並んでかな、特に何かこう質問をされたりとかそういうことはなかったです。それではね、これからタイの入国側のイミグレに行きたいと思います。ここがタイ側の入国のイミグレですね。可愛いの来ましたね。これが、人気のチキンライスなんですけど、あ、ちょっと尻尾潰れちゃった。早速ね、キュウリをどけたいと思います。
で、今回選んだのは、これが鶏の胸肉ですね。鶏の胸肉。それと、この、ね、ローストされた。これはパクチー。で、タレは、辛いですね。で、こっちにも薬味がいっぱいあるんですけど、まあ、これをお好みで食べたいと思います。じゃあですね、こういうの疲れてますね今8時41分でこのテンションです。いただきます。ジジイと子供しか元気じゃないです。あの、もうちゃんとリサーチしてきたんですか。タイムです、はい、よし、これが好きなんですよね。胸肉いいね、うん、さっぱりしてる、うん、うん、ああちょっとキュウリの風味して嫌だったな今の部分。結構味はしっかりついてますね、米にはね、うん、柔らかい、この肉は柔らかくて、うん、いいですね、油が少なくて、皮がね、抜いてもらったんでね、ついてないですけど、まあ、ここまでなくなっちゃうんだって思ったんで、ちょっとでも言えばよかったなってちょっと後悔しましたけどね、うん、これで2人分、うん、うん、次はちょっと麺が食べたい。こちらね、ハイティーと書いてあってティー好きな私としては飲んでみたんですけど、せたれアイスでした。甘さはどうですか。あ、でもちょっと控えなかった。なんかあれはコンデンスミルクを練乳が入れましたみたいな感じだけど、うん、こっちはちょっと牛乳っぽい。ちょっと食べ過ぎちゃいましたね。私胸肉食べたかったのに。そうだよね。自分が好きな部位。そうだよね。ちょっと食べ過ぎちゃった。まだ2軒目ありますね。今日はね、アジアイでたくさん食べたいと思ってますんでね。はい。このね、焦げて焼けてる部分がめちゃくちゃサクサクしててうまいんですよ。ただ一瞬歯折れたかなと思ったんでちょっと見てました。ごちそうさまでした。あら、おい。